1番地元神奈川浦野吉木、2番北海道藤田敦史、3番静岡海野明、4番埼玉酒井実、5番千葉片岡正明、6番栃木宮原貴之、以上のメンバーによる対戦です。このレースは6車立てとなっています。上空は曇り空となっています。気温は現在11度です。湿度は 65%、 風は西の風 0.5 メートルと発表されました。バンク内の風向きは4コーナーから2コーナーに向かっての風向き。今日は風は微風となっています。発走準備整いました。6名発走いたします。体制完了です。号砲になりました。第1レースチャレンジ一般競争スタートです。4人の選手が上がっていきました。1コーナーですが、内から1番浦野よしきが上がって誘導員に後ろにつけました。最終日補充でありました。1番浦野よしき、続いて3番海野明、この海野も補充出走。1番3番5番の片岡が続いての難関勢、2番は藤田敦史、4番酒井実、6番宮原貴之が最後尾です。第3コーナーから2センター、先行1社の形となりました。1番地元浦野よしきが先頭。前場所小倉の2日目ではまくりで勝ちました。その前の小田原の最終日は先行しています。浦野よしき、マークは3番静岡海野明、競争得点でもこの2人が上位となっています。1番3番人気のこの2人、5番の片岡正明難関勢3番手、1番3番5番、2番北海道内田敦史は難関勢追走の形。昨日は番手に攻める競争をしましたが、今日は難関勢4番手を追走している2番藤田敦史、4番酒井実が短期の競争、6番の栃木宮原貴之も短期です。周回は2周回目の第4コーナーを回っています。1番浦野よしきが先頭です。3番海野明、5番の片岡正明、難関勢3人でラインを作って1コーナー打掌周回です。2番藤田敦史が4番手を追走しています。4番酒井実、6番宮原貴之、この体勢のまま向こう正面。今ジャンが鳴ったところで一番後ろから動いたのは6番の宮原貴之です。宮原貴之が番手に攻め上がってまいりました。4コーナー上がっています。一番下浦野よしきの後ろは並走となりました。3番海野明、外に6番の宮原貴之、宮原が番手を取りに行きました。打掌が終わって今1コーナーから第2コーナー、6番の宮原貴之は競り負け交代です。番手を守ったのは3番海野明、3番で5番の片岡正明、1番3番5番の難関勢、そして4番酒井実が4番手に追い上げて2センターから第4コーナー回ります。1番の浦野よしきが先頭、後ろは3番の海野明です。浦野よしきが先頭で粘っています。そのまま逃げ切りました。1番3番5番が取り、1レースチャレンジ一般競争、浦野よしきがペースをつかんでの先行逃げ切り。番手に攻められた海野明も番手を守っての2着入線です。リプレイをご覧ください。海野よしきの逃げ切り、海野明、浦野よしきの逃げ切り、そして海野明、5番の片岡正明、難関勢上位独占模様。スーパースローをご確認ください。1番宮城佐藤拓也、2番埼玉武藤義信、3番地元神奈川桜井俊之、4番新潟村上純喜、5番福島大沼治、6番地元ホームバンク砂川秀樹、7番地元神奈川郷坪和弘、以上のメンバーによる対戦です。気温が1度上がりました。11度となっています。先行1社となりましたが、3番桜井俊之、村上純喜は昨日は
眉毛から飛びつきを試みる競争をしていました。大沼はサムにもラインができますが、どうしますか。号砲になりました。第2レースチャレンジ一般競争スタートです。村上純喜が前を取っていきました。続いて2番の埼玉武藤義信、3番桜井俊之が3番手から上昇、最終日補充で入っています。6番砂川秀樹がいて、7番郷坪和弘、5番の大沼遊が6番手、最後尾1番佐藤拓也です。第3コーナーです。眉受け体制4番村上純喜、マークは2番埼玉武藤義信、関東勢4番2番桜井俊之は3番手から。10月の前橋で4年半ぶりの優勝を飾りました。一気に調子を上げてきました。長いトンネルを抜け出した感じ、桜井俊之。後ろには7番車郷坪和弘、続いて6番砂川秀樹、地元トリオ3番7番6番です。5番福島大沼遊が6番手に待機。昨日の一般競争4コーナー6番手から直線一気に伸びていきました。大沼遊、1番の佐藤拓也がマーク、5番1番東北勢。2周回目の2センターから第4コーナー、4番大沼や村上純喜が先頭、2番武藤義信2番手、東北勢が動きました。5番の大沼遊が上がって、ここは3番手で止まっています。5番の大沼遊、地元勢の3番手を狙っているんでしょうか。大沼遊インコース、6番の砂川秀樹、打掌周回、2コーナーからバックストレッチ。桜井俊之が現在3番手、今鐘が鳴りました。残り1周半を切って2センター、3番7番地元勢の後ろ、3番手を狙っている5番の大沼遊、第4コーナー余ったホームストレッチ、ここでスパートは3番桜井俊之、7番の郷坪を続けて連れていきました。1コーナー5番の大沼遊が離れました。4番村上純喜が3番手に飛びついて、第2コーナー2番武藤義信4番手、1番の佐藤拓也5番手です。今200を切っての第3コーナーから2センター、逃げる3番桜井俊之、番手7番郷坪、そして4番の村上純喜が外から攻める、先頭は3番の桜井俊之、粘る桜井俊之が粘って4番車が伸びてきた。2着争いは接戦、4番村上純喜と1番の佐藤拓也。第2レースチャレンジ一般競争、3番桜井俊之の先行逃げ切り、そして村上純喜、外から1番佐藤拓也。桜井俊之が逃げ切りました。まだ確定ではありません。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。それではリプレイをご覧ください。3番桜井俊之の逃げ切り、郷坪がちょっといっぱいになってしまいました。2着から競り伸びてきたのは4番村上純喜、外から1番の佐藤拓也。1番岩手清水和弘、2番千葉門口誠也、3番栃木野崎修一、4番東京南雲隆之、5番青森工藤智樹、6番地元神奈川小坂本優斗、7番東京阿久津博之、以上のメンバーによる対戦です。小坂本優斗と阿久津博之にラインができるようです。坂本優斗、昨日の一般競争で初勝利を飾りました。初日も対戦しているこの2人の対戦です。本命は阿久津博之です。発走いたします。前傾戦に移ります。体制完了。
号砲になりました。第3レースチャレンジ選抜競争スタートです。2番の門口誠也が上がりました。続いて6番小坂本優斗と難関勢、7番が阿久津弘行は3番手から、3番野崎周一、4番南雲隆之、5番が工藤智樹、最後尾に1番清水和弘です。バックストレッチ難関勢は6番のルーキー小坂本優斗が前に入ります。昨日の一般競争、嬉しい初勝利を飾りました。きっかけを作るレースとなりました小坂本優斗。初日は阿久津弘行に対抗したんですが、突っ張られてしまったレースでした。小坂本優斗、マークは2番車門口誠也、自力を持っていますが、今日はマークに回ります。門口誠也、6番2番、3番手から7番東京阿久津弘行です。予選は小坂本優斗を突っ張りました。昨日の準決勝はルーキー柳島国友に合わされてしまったレースでした。初日にワンツーを決めたベテラン4番南雲隆之がマーク、7番4番東京勢、この東京勢に3番栃木野崎周一がつきました。7番4番3番の関東ラインに5番の青森工藤智樹が4番手を追走。一番後ろは短期の1番岩手の清水和弘です。2周回目のホームストレッチ打賞週間にも入りまして、7番の阿久津弘行が上がりました。難関勢を抑えに行きます。関東勢6番小坂本優斗、車を引きます。第2コーナー関東勢が前に出ました。6番小坂本優斗、ここは6番手前で引き切りますか。ジャンが鳴りました。6番手に下がった小坂本優斗、2番門口誠也がマーク、難関勢6番2番、7番の阿久津弘行が先行体制です。腰を上げました。阿久津弘行が主導権。 400m 切って1コーナー、6番小坂本優斗、まだ6番手です。第2コーナー逃げる阿久津弘行、マーク4番南雲隆之、3番野崎周一、関東勢のペース、4番で5番の工藤智樹、そして1番の清水和弘、6番小坂本優斗、まだ3コーナーで6番手。4コーナーを待っていきます。7番の阿久津弘行先頭で帰ってきた。後ろは4番の南雲隆之、阿久津弘行で先頭で粘る。阿久津が粘り切りました。7番4番東京勢ワンツー、3レースチャレンジ選抜競争。4番の南雲をかなり追い込んできていますが、一着の争いは接戦模様とお伝えしておきます。3番の野崎周一が3着に突っ込んでいます。第3レースチャレンジ選抜競争、阿久津弘行がルーキー小坂本優斗に仕事をさせませんでした。それではリプレイをご覧ください。阿久津弘行、そして4番南雲、かなり差を詰めていきます。リプレイ、ゴール戦上接戦です。続いてスーパースローをご覧ください。1番静岡山城光久、2番群馬高橋義樹、3番北海道斉藤明、4番地元神奈川木村城、5番地元神奈川佐々木和樹、6番福島渡辺裕太、7番群馬三木翔太、以上のメンバーによる対戦です。佐々木和樹、渡辺裕太、三木翔太、この3人がラインの先頭でレースを動かしています。佐々木和樹、渡辺裕太、一番外7番三木翔太です。佐々木和樹と三木翔太は初日の予選競争で対戦しています。佐々木和樹には木村城がマークする競争です。構えての号令かかりました。号砲になりました。第4レースチャレンジ選抜競争スタートです。3番斉藤明が上がっていきました。続いて6番渡辺裕太、北日本勢が迷っています。
1番山城光久が3番手から、7番が三木翔太、2番高橋芳樹、5番は佐々木和樹、4番木村城、ここから上がっていきます。先頭は第3コーナー、6番福島渡辺優太が前に入りました。予選は先行して3着、準決勝は短期で出番がありませんでした。マーカー3番北海道斉藤明、昨日の一般競争は三木翔太の番手を奪っての1着と好気合のレースでした。斉藤明、6番3番北日本勢、3番手に5番地元佐々木和樹。初日は三木翔太との対戦でした。昨日の準決勝は船山幸男との踏み合いになってしまいまして敗れはしたんですが、最後まで全力で踏み切ったレースでした。佐々木和樹には4番木村城がマーク、初日に佐々木のライン3番手でした木村城、今日は佐々木和樹の番手です。5番4番1番静岡山城光久が加わって難関勢は3者です。5番4番1番、ここから動いたのは7番群馬三木翔太、三木翔太に2番同県群馬高橋芳樹、7番2番群馬の2人が上がりました。今打賞周回、北日本勢を抑えて前に出た群馬勢、難関勢が3番手に上昇、押し上げて第2コーナー難関ライン、三木翔太はどうしますか、車を下げます。6番渡辺優太は6番手から発進、ジャンデスパートは北日本勢、一瞬3番斉藤明遅れを取りますが2番手に上がって6番3番、5番車の佐々木和樹は現在3番手、7番三木翔太は6番手です。流しています。6番渡辺優太400を切っての第1コーナー、5番佐々木和樹3番手でどこから行きますか、2コーナーあたりから行きました。5番の佐々木和樹のまくり、ここは北日本勢をまくり切りました。1番山城三手下3番手、5番4番1番難関で3人が出ました。第4コーナーもありました。5番の佐々木和樹先頭、後ろは4番の木村城です。佐々木和樹が今先頭ゴール、5番4番そして1番あたり、難関勢上位独占です。第4レースチャレンジ選抜競争、2コーナーからのまくりでした。佐々木和樹、木村城とのワンツーです。リプレイをご覧ください。北日本勢をまくり切った難関勢3人の勝負の4コーナー、そのまま佐々木和樹が木村城を振り切っての先頭ゴールです。スーパースローです。1番千葉田中舞、2番福島明珍優子、3番長崎井出口美智子、4番愛媛日野勇樹、5番東京飯田義之、6番愛媛田中真彩、7番埼玉岡村育子、以上のメンバーによる対戦です。先頭誘導員は志村正弘選手が務めます。積極タイプが不在となりました。この5レース時代足を持っているのは1番車田中舞、田中舞がここは本命に抑えています。明珍優子も以前は動く足を持っていましたが、今日は追い込み1本、そして3番井出口美智子、1枠の3人です。発走準備整いました。斜め先頭員志村正弘選手、今3コーナーからスタートしています。構えての号令かかりました。体制完了しています。まもなくのスタート。第5レース5コーナーになりました。第5レースガールズ一般競争スタートです。大外7番岡村育子、内から1番田中舞が上がっていきます。ゆっくりと1番田中舞が先頭に立って誘導員を追いかけ始めますが、まだ後ろを見ながらの競争。第2コーナー2番手から2番明珍優子、3番手7番岡村育子、続いて3番は井出口美智子、4番日野勇樹、5番が飯田義之、6番田中舞が最後尾です。今先頭は2センター1番千葉田中舞です。初日はまくったんですが不発でした。昨日の2日目の予選2では
まくった細田、奈良岡の3番手に乗っての3着です。先頭は1番田中舞です。先行は10月の青森の2日目で先行しています田中舞です。続いて2番福島明珍優子、9月の弥彦の初日に先行していました明珍優子2番手、7番岡村一子が3番手から、4番手で3番長崎の入口美智子、続いて4番愛媛日野勇気、5番が東京飯田吉野、6番愛媛田中真彩最後尾です。この辺りはずらりと追い込み型が続いています。4コーナーを回りました。1番田中真彩が先頭、やはりこの人がそのまま逃げる形となりますかどうか。今打掌周回に入って1コーナー、まだ誰も動きません。田中舞先頭、2番手2番明珍優子、7番の岡村一子3番手、3番入口美智子、4番日野勇気、5番飯田吉野、6番田中舞也。これでジャンです。ジャンが鳴りました。1番田中舞、さあ後ろを警戒していますが、ここで4番日野勇気が上がっていきます。日野勇気がアウトコースから上がって、田中舞がその後ろを見ながら、動きを見ながら踏み込んでいきます。日野勇気が2番手の外で上がって、内に2番明珍優子並走です。今第2コーナー、田中舞が流し気味に2コーナーからバックストレッチ、3番井出口美智子が外から追い上げていきます。4番日野勇気が交代して、井出口美智子2番手の外まで上がって、内に2番明珍優子、3番手7番岡村一子です。第4コーナー回っていきます。1番田中舞が踏み直しています。田中舞が先頭、後ろは2番の明珍優子、外に3番井出口美智子、1番田中舞逃げ切りました。1番2番そして3番井出口美智子。第5レースガールズ一般競争、しっかりと自分のペースに持ち込んで、そのまま逃げ切りました。田中舞本命人気に応えています。2着入線終始追走していた2番明珍優子、3番井出口美智子が追い上げての3着あたり。リプレイゴール線上をご覧ください。田中舞のマイペースの先行逃げ切り、スーパースローです。1番地元ホームバンク岡崎康郎、2番栃木渡辺康則、3番静岡石川秀明、4番群馬吉松健二、5番地元神奈川安藤義明、6番福島田村純一、7番千葉中川圭一。以上のメンバーによる対戦です。ラインのできる自力タイプは1番吉松健二と6番車田村純一です。本命は3番石川秀明、今日は6番田村純一マークの競争です。吉松健二は自在戦法、そして福島の先行型田村純一、今シーズンも積極的に動いています。発走いたします。号砲になりました。第6レース A 級特一般競争スタートです。3番石川秀明が前を取りました。続いて4番吉松健二です。1番は岡崎康郎、2番渡辺康則、5番安藤義明、6番田村純一、最後尾7番中川圭一です。2コーナーからバックストレッチ、前を取りました3番静岡石川秀明。昨日の一般競争は前受けから田村純一の北日本ラインに飛びついて吉松健二などをさばいての2着と、昨日はいいレースを見せました。今日はその田村純一をマークの競争となります。6番福島の先行型田村純一が前に入っていきます。迎え入れて3番石川秀明、このラインの3番手に7番千葉中川圭一です。6番3番7番です。4番群馬吉松健二は中段4番手、初日は好位置が取れませんでした。昨日は新井春樹マークだったんですが、石川秀明に裁かれています。マーク2番栃木渡辺康則、4番2番関東勢、アウトコースから動いたのは地元の1番岡崎康郎、5番安藤義明、地元コンビが上がっていきます。ラインに目標のない岡崎康郎、
ここは2番手まで上がって4コーナーです。6番田村純一の後ろを狙う形となるのか赤崎康郎、今赤番を通過してさらに車を進めようとしますが田村純一一旦突っ張ります。突っ張られて1番岡崎康郎車を引きました。7番の中川圭一が3番手に上がって岡崎康郎は4番手に引いています。1番5番地元の2人が4番手5番手ジャンが鳴っています。4番吉松健二は現在6番手の展開で2センターから第4コーナー流している6番田村純一を見て4番吉松健二が思い切りよく踏み込んでいきました。ここは6番田村純一を叩きます。4番吉松健二追走2番渡辺康則4番2番関東の2人が叩いて第2コーナー6番田村純一は3番手となりました。4番手で3番の石川秀明です。ここで1番の岡崎康郎6番手からさあ、まあ、ショートマークで放ったこれに合わせて3番石川秀明さばいて2センターから第4コーナー3番の石川秀明まだ4番手当てていいです。先頭は4番の吉松健二です。後ろの2番の渡辺康則が追い込んでゴールイン。そして7番中川圭一も鋭く伸びています。第6レース A 級特一般競争2番7番4番あたりのゴールの通過体制吉松健二がかましました。田村純一を叩いてマークしていた渡辺康則がチャンスをものにした感じ。リプレイゴール戦場をご覧ください。中川圭一が外から伸びての2着入線。1番茨城戸部博信、2番静岡北村正明、3番群馬北村隆之、4番静岡奥山正史、5番地元ホームバンク中西司、6番北海道杉浦光一、7番新潟田村武史、以上のメンバーによる対戦です。自力タイプは田村拓司一人となりました。7番車田村拓司です。昨日の一般競争は先行しています。このレースもやはりこの人が先行することになりますか。昨日好気合でした中西司、今日も目標なくどう出ますか。昨日はこの田村拓司の番手を狙う競争でした。本命は3番北村隆之、田村拓司マークの競争です。発走いたします。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第7レース A 級特一般競争スタートです。大外から7番田村拓司が前を取って1コーナー、2番手から1番戸部博信、2番が北村正明、5番中西司、6番は杉浦光一、3番北村隆之は6番手から上がります。4番奥山正史が最後尾。第3コーナーです。先頭は7番新潟田村武史、昨日の一般競争を先行しています。マーカー3番群馬北村隆之、競争得点このメンバー最上位、このレース本命に押されています。7番3番上越勢、この上越勢の後ろ3番手に1番茨城戸部博信が加わって関東ライン7番3番1番です。2周回目の1コーナー、2番静岡の北村正明は短期の競争、5番地元中西司が現在5番手。昨日は田村拓司の番手を狙って取り切ったレースをしました。今日はどうしますか。中西司、奥山正史がマーク、5番4番難関勢、6番北海道杉浦光一が一番後ろにつけています。周回は2周回目の第2センターです。先頭は7番田村武史、3番北村隆之マーク、動いた5番中西司、ゆっくりとアウトコースから上がっていきます。今赤番を通過しました。ここはまずは7番田村武史を抑えに来ましたが、田村がペースを上げました。一旦下がりました。中西司一旦6番手にもう一度引きました。6番の杉浦光一が5番手に切り替えています。ジャンが鳴りました。残り1周半です。田村拓司が流しています。
番手無風は3番北村孝之、4コーナー余りました。スローペースです。田村武、5番中西司が外から上がります。外から攻め上がっていきますが、なかなか車が上がっていきません。5番中西司、第2コーナーからバックストレッチ。7番田村武の先行、番手は3番北村孝之、1番戸部宏信、5番の中西司、3番手の外まで上がってきました。2センター、今4コーナー回ります。3番北村孝之引きつけます。4コーナー回りました。7番田村武が先頭だ、粘りますが3番の北村孝之がものにしました。3番1番です。第7レース A 級特一般競争、田村武の番手から直線一気に伸びた北村孝之、続いて1番戸部宏信、3番1番7番関東勢上位独占。中西司も追い上げていったんですが、3番手あたりでいっぱいでした。引きつける3番北村孝之。リプレイゴール戦場をご覧ください。1番東京山本しおり、2番地元神奈川山田真一郎、3番新潟船山右京、4番埼玉長谷川辰則、5番茨城柳島邦友、6番新潟佐野滝夫、7番千葉林邦彦、以上のメンバーによる対戦です。117期同期対決となりました。山本勝利と柳島邦友です。ともに2連勝での立ち上がり、一番勝は山本勝利、このレース本命に抑えています。2日間力強いレースで勝ち上がっています。山田慎一郎がこの117期の2人の相手にどう出るんでしょうか。山田慎一郎、来期は2班に復帰します。5番勝柳島邦友、山本勝利とは対戦があります。号砲になりました。第8レースチャレンジ決勝戦スタートです。内枠の3人が飛び出して、ここは3番船山右京が前を取っていきますか。2番車山田慎一郎が外から上がり、さらに外から5番の柳島邦友も上がっています。ここは2番山田慎一郎が前を取ったようです。5番柳島邦友も、3番船山右京、1番が山本勝利、6番佐野滝夫、ここから7番林邦彦上昇、最後尾4番長谷川辰則です。2センターです。前受け体制となりました。2番地元山田慎一郎、2日間マークの競争も桐生田のまくりを出しています。2番7番南関勢、3番手から5番茨城の柳島邦友、初日はスピードあふれるまくりでした。準決勝は先行逃げ切り、前場所慶応株で初優勝して自信をつけています。マークは3番新潟船山右京、連日自力を出していますが今日はマークです。柳島邦友も3番船山右京、その後ろが6番新潟佐野滝夫、5番3番6番関東勢、1番東京山本勝利は後ろ攻め6番手です。前場所立川の決勝戦では柳島の先行をかまして叩いています。その1番山本勝利が動きました。4番長谷川辰則マーク、1番4番埼玉東京コンビが上がりました。5番の柳島邦友も車を上げていますが、ここは抑えた1番山本勝利、打賞周回に入りました。2番山田慎一郎の位置取りはどうか。山田慎一郎3番手に下がって、アウトコースから仕掛けたのは5番の柳島邦友も、1番山本勝利は柳島ラインを出させます。ここで2番の山田慎一郎、ジャンで追い上げて2番手に行きました。5番車の柳島邦友の番手に行った2番の山田慎一郎、流す5番柳島邦友、1番山本勝利はまだ前に動きを見ています。今400メートルを切ります。2番車山田慎一郎は番手狙い、外に3番の船山右京、今第2コーナー番手奪った2番山田慎一郎です。5番2番7番の体型、さあ2コーナーから1番の山本勝利のアタック、いいスピードで上がってきた。さあターゲットに5番の柳島邦友も上がって、1番の山本勝利がまくりを仕掛けるも、ここは番手から2番の山田慎一郎も出ていく、牽制しながら2番の山田慎一郎、うちに5番の柳島邦友も粘る、柳島邦友も粘る、粘るも外に1番の山本勝利。第8レースチャレンジ決勝戦、山本勝利が伸びました。
柳島国友を粘りに粘ったんですが、ゴール寸前捉えた1番山本勝利。チャレンジ決勝戦、山田慎一郎も番手から出ていったんですが伸びきれませんでした。ルーキー2人のゴール勝負、リプレイゴール戦場をご覧ください。柳島国友をゴール寸前捉えたように見えました。1番埼玉佐山俊樹、2番地元ホームバンク河野純吾、3番青森岩崎正史、4番山梨高峰健治、5番宮城相澤正弘、6番埼玉小島正明、7番千葉大関優也、以上のメンバーによる対戦です。ホームバンク河野純吾登場です。河野純吾、今日も準決勝に続いて大関優也マークの競争となります。1番佐山俊樹にもラインができます。佐山俊樹状態を起こします。千葉の先行型大関優也、準決勝果敢の先行勝負でした。発送準備整いました。7名です。体制完了。号砲になりました。第9レース A 級特選競争スタートです。内から1番佐山俊樹、外から3番岩崎正史が上がりました。ここは佐山俊樹が前を取りました。続いて3番岩崎正史、7番は大関優也、5番が相澤正弘、2番河野純吾、6番小島正明、4番高峰健治最後尾。バックストレッチから第3コーナー、先頭はオールランダー佐山俊樹です。後ろには6番埼玉小島正明が入りました。昨日の一般競争短期でしたが、一気のスパートで後続を引き離していました。今日はマークです。小島正明、1番6番埼玉勢、この埼玉勢の後ろ3番手に4番山梨の高峰健治がいて、ここは関東ライン1番6番4番です。5番宮城の相澤正弘は短期の競争、7番千葉の大関優也後ろ攻め5番手です。マークは2番車地元河野純吾、昨日の準決勝も大関優也マークでした。昨日は大関が先行したんですが、小笠原ひかるのまくりを止めようとしたんですが、昨日はちょっとタイミングが合いませんでした。3番青森岩崎正史が難関で追走、7番2番3番です。2周回目の第4コーナーを待っています。1番佐山俊樹が前受け体制です。動いたのは難関勢、打鳥周回です。車を外に持ち出した佐山俊樹、一旦踏んで突っ張りました。踏まれた7番大関優也、一旦5番手に引きました。第2コーナー、もう一度行く体勢を整えて7番大関優也バックストレッチ、佐山俊樹一旦スローペースに落としました。ジャンが鳴りました。残り 600m、 2センター中盤区に車を持ち出す関東勢、7番大関優也なかなか仕掛けどころを図れません。4コーナー余ってホームストレッチ、1番佐山俊樹が踏み込むが外から行きました。7番の大関優也がさあスパートする。1番の佐山俊樹も前々に踏んで、2番河野純吾が2番手で、1番の佐山俊樹2番手飛びつきを狙った。第2コーナー、2番の河野純吾決めにかかるも、1番佐山俊樹が内で粘って、ちょっと河野純吾競り合いに決着をつけられません。2センター離れました。7番の大関優也独走体制です。4コーナー余った直線、7番大関優也先頭、そして6番車の小島正明が伸びて7番6番、7番6番4番が取り、河野純吾佐山俊樹に攻められて手こずりました。番手の競り合いがもつれたところを大関優也が一気にスパート、ペースを上げて独走体制に持ち込みました。9レース A 級特選競争、大関優也の先行逃げ切り、小島正明と高峰健治関東勢が2着3着のようです。まだ確定ではありません。
お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。第2コーナー付近の事象について審議となったようです。リプレイをご覧ください。大関雄也が後続を引き離しての先頭ゴール。スーパースローをご覧ください。最終日の湘南バンクです。競争は第10レース A 級特選競争です。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番福島稲荷勇気、2番地元神奈川奥原涼、3番栃木星野達也、4番長野新井春樹、5番福島坂木枝照文、6番地元神奈川森川豪、7番北海道殿崎和成、以上のメンバーによる対戦です。甘い手の号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第10レース A 級特選競争スタートです。5番の坂木枝照文が上がりました。続いて2番奥原涼、3番が星野達也、7番殿崎和成、1番が稲荷勇気、4番新井春樹、最後尾6番森川豪です。バックストレッチです。5番福島坂木枝照文前を取りました。福島の1番稲荷勇気が上がっていきます。昨日の準決勝でも連携したこの福島の2人、7番の殿崎和成が北日本勢3番手に行くようです。前に入っていきます福島の積極タイプ。予選は先行して2着、準決勝も先手を取りました。1番5番7番北日本ライン2週間目に入っています。注目は2番手奥原涼、4番手です。2日間素晴らしい動きで場内を沸かせました。初日は番手を攻めて取り切る競争、準決勝は先行して粘りに粘ったレースでした奥原涼。先方は幅広く、今日はどんな手を打つのか。奥原涼、マーク6番森川豪、地元コンビ2番6番、4番長野新井春樹は6番手。昨日の一般競争2コーナーまかりを決めました。3番星野達也がマーク、4番3番この関東ラインが上昇です。新井春樹が上がっていきます。北日本勢の横まで行きますか。稲荷勇気はここは突っ張るような気配を見せています。打掌周回、関東勢が北日本勢を抑えます。稲荷勇気は突っ張らず一旦下げました。これで2番奥原涼は3番手に追い上げて、1番稲荷勇気に蓋をしました。バックストレッチです。これでガクンとペースを落とした4番新井春樹。稲荷勇気は3番手にインコース引きません。2センターかなりのスローペース。ここで2番の奥原涼、3番手外並走から一旦仕掛けようとしましたが、ここは4番新井春樹がペースを上げました。そして3番手を決めようと2番の奥原涼ですが、1番の稲荷勇気もこの3番手の位置は譲りません。今第2コーナー逃げていくのは4番新井春樹です。3番手外並走、2番奥原涼、向こう上面今200を切ります。関東勢のペースでいきます。4番3番、3番手は依然として並走、2番奥原涼、1番の稲荷勇気インコース。第4コーナーまたここで2番の奥原涼が突っ込んでいく。4番の新井春樹をかわして3番の星野達也が先頭ゴール。3番2番です。10レース A 級特選競争、新井春樹の先行でした。マークした3番星野達也が追い込みました。奥原涼は3番手外並走、稲荷勇気に手こずって最後は伸びていったんですが2着入線。3番2番4番型のゴールの通過体制です。第10レース A 級特選競争、星野達也がチャンスを確実にものにしたレース、まだ確定ではありません。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。それではリプレイをご覧ください。奥原涼が3番手外並走が続きました。最後は直線突っ込んでいくんですが、ここは3番星野達也がものにしました。
1番地元ホームバンク佐藤明子、2番東京高橋智恵、3番新潟加瀬かな子、4番大分野口由美香、5番埼玉細田真奈美、6番三重川島桃香、7番青森奈良岡彩子。以上のメンバーによる対戦です。先頭ユーロインは長崎達也選手が務めます。ホームバンクの佐藤明子選手がこの決勝に乗りました。1番車です。連日先行勝負を打って出ています佐藤明子、状態を起こします。そして唯一無傷で勝ち上がった細田真奈美、発走いたします。実力者加瀬かな子は3番車。2日間この同期の加瀬を追いかける形の野口由美香、発走準備は整いました。先頭員長崎達也選手、今4コーナーを回っています。発走準備は整いました。斜め号砲になりました。第11レースガールズ決勝戦スタートです。まずは内枠の1番車を生かして前を取っていきます。佐藤明子です。続いて2番は高橋智恵、7番奈良岡彩子、3番加瀬かな子、5番が細田真奈美、4番野口由美香、最後尾6番川島桃香です。バックストレッチです。先頭は1番地元の佐藤明子、初日は先行逃げ切り、2日目も見せ場十分の競争をしました佐藤明子、後ろは2番車東京高橋智恵。初日は細田真奈美を追いかけての2着でした。昨日は3着でこの決勝進出高橋智恵。3番手は7番車青森奈良岡彩子、今シリーズも堅実な走りで決勝進出。2週間目の1コーナー、3番新潟加瀬かな子は4番手から、初日は先行、昨日は佐藤明子に乗って番手まくりでした。続いて5番車埼玉細田真奈美、まくり2連発で決勝進出。その後ろは4番大分野口由美香、連日加瀬かな子追いかけての入線ですが、今日は細田真奈美の後ろにいます4番野口由美香、1番後ろは6番車三重の川島桃香。昨日は前を取っての先行でした6番の川島桃香、今日は1番後ろです。さあ周回は赤番を通過します。打掌周回に入りました。まだ動きはありません。1番の佐藤明子が先頭です。2番高橋智恵、7番奈良岡彩子、3番加瀬かな子は現在4番手にいます。その後ろに5番の細田真奈美がいて、4番野口由美香、最後尾6番川島桃香でジャンです。ジャンが鳴っています。2センター、このまま佐藤明子が押し出されていくのか。まだ誰も仕掛けません。4コーナー余ってのホームストレッチ、佐藤明子、さあ後ろの動きを見ています。400メートルを切りました。1コーナーまだ誰も行きません。ここは1番の佐藤明子、そのまま先行勝負に出ました。後ろは2番の高橋智恵、3番手7番奈良岡彩子、ここで3番の加瀬かな子が中段からまくる、番手から2番の高橋智恵も出る、3番加瀬かな子が現在先頭に立っていく、後ろは5番の細田真奈美、続いて4番野口由美香。第4コーナー回りました。3番加瀬かな子先頭だ。加瀬かな子粘って粘るも5番の細田真奈美が捉えました。5番、3番、4番あたり、11レースガールズ決勝戦、佐藤明子が押し出される形で先行、まくったのは加瀬かな子でした。その加瀬かな子の後ろにつけていた細田真奈美が捉えています。5番3番4番あたりのゴールの通過体制、このまま確定いたしますと今年は6度目の優勝、通算24度目の優勝となります。細田真奈美、リプレイをご覧ください。加瀬かな子を捉えた細田真奈美、リプレイゴール戦場、続いてスーパースローをご確認ください。1番地元ホームバンク真原健一、2番栃木金子幸宏、3番宮城阿部拓磨、
4番群馬海安明、5番千葉原田亮太、6番岩手小笠原光、7番宮城阿部海斗。以上のメンバーによる対戦です。今大会の優勝候補の総益金子幸弘、阿部拓磨が大会の決勝に乗ってきました。阿部拓磨は今日は阿部海斗マークの競争、そしてスキュー特進がかかっている2番車金子幸弘、真原健一悲願のホームバンク初優勝を狙って今日も原田亮太に前を託します。発走準備整いました。7名発走いたします。構えての号令です。体制完了、号砲になりました。第12レース A 級決勝戦スタートです。2番金子幸弘、3番阿部拓磨、この2人が並んだまま誘導に追いかけています。ここは2番の金子幸弘が前を取ったようです。続いて外から1番真原健一がかぶせます。2コーナー4番甲斐康明が上がっていきます。5番の原田亮太がいて6番小笠原光、最後尾7番阿部海斗です。前は譲りません。2番の栃木金子幸弘、準決勝は小笠原光を切り裂いた鋭いインサイドへの突っ込みでした。マークは昨日も連携した4番群馬甲斐康明、2番4番関東勢、3番手に3番車宮城の阿部拓磨がいます。阿部海斗がここからまだ上がってきていません。2周回目に入っています。7番の阿部海斗上がっていきます。準決勝奥原亮に一発もらって出足を止められましたが、阿部拓磨のアシストで生き返りました。阿部拓磨の前に入りました。7番3番宮城コンビです。5番千葉原田亮太は現在後ろ攻め5番手、成長著しい千葉の積極タイプ、今シーズンはアグレッシブに戦っています。マークは1番車、昨日も連携した真原健一、5番1番南関勢、1番後ろは6番車岩田のルーキー小笠原光、 A 級戦初の決勝進出、難敵相手に臆することなく一人で戦います。周回は今赤番を通過しました。7番阿部海斗、同期の5番原田亮太を警戒しながら先に動いた宮城勢です。2番の金子幸弘下げます。第2コーナー5番車原田亮太がさあここは仕掛けようとしますがペースが上がってしまいました。ここは7番の阿部海斗、早くもぐんぐんと加速、ジャンが鳴っています。7番3番宮城勢のペースでいく。2番車金子幸弘、3番手、さあこの人にとってはここが絶好のまくりポジション、3番手、ここだ。5番の原田亮太、原田亮太が早くも仕掛ける。1番の真原健一がちょっと呼吸が合いませんでした。5番車の原田亮太、7番の阿部海斗踏み合いになるも、ここは7番阿部海斗がスッと下がった。3番阿部拓磨2番手に切り替える。2番の金子幸弘、3番手、6番小笠原光が4番手にいる。1番の真原健一4番手のうち、さあ直線だ。3番阿部拓磨、外から2番の金子幸弘が突っ込んだ。12レース A 級決勝戦、金子幸弘切れ味キラリと光る今日もダッシュ力を見せました。そしてルーキー小笠原光が2着入線。12レース A 級決勝戦リプレイをご覧ください。阿部拓磨が4コーナー先頭でしたが、外から金子幸弘一気に伸びていきます。そしてルーキー小笠原光が2着に突っ込みました。スーパースローをご覧ください。